よろしくお願いします。じゃあこれね、ちょっと単語帳のカードがちょっとあると、はい、いろんなね、じゃあちょっと混ぜてもらっていいですか。はい、ちょっと良いですか。はい、おい、じゃあこのまま拾います。1枚だけ触ってほしい。はい、これですか。でまだ見ないでください。もう置いといてください。見てください。で、これ自分でも知らないですよね。皆さん知らないですよね。よくも知らないですよね。で、ここにね、封筒があって、ここにね、10個のワードが書いてます。はい、で、このカードを見てもらって、それに一番、関連するワードをここから一つ選んでほしいんですけども、まずちょっとカード見てください。はい、見ます。今 OK ですか。はい、見ました。はい、単語を頭で浮かべながら、はい、一個一個読んでいただいて、一番そのカードと連想する、例えば手紙とかやったら、ね、こう封筒とかね、そう、うん、絵の具やったら、ね、油絵とかいっぱいありますね。うん、はい、いいですか。一つ決めました。はい、はい、何ですか。黄色い毛色の毛糸の玉。毛糸なるほどね、あれなんですけどね。え、すごい。 え、すごくない。単語帳のカードを使います。いろんな、ね、言葉が書いてますね。じゃあまずよく混ぜてください。よく混ぜてください。よく混ぜてください。はい、まあまあまあ、大丈夫。あと2回、あと3回、まず待ってます。いいですか。で、この状態でもこのままいきます。このままいきます。広げます。1枚だけどれでもタッチしましょう。どれでもいいですか。上でもいい。これですよ。まだ見ない。まだ見ないってことは自分でもわからない。すごい、ここ見ません。で、ちょっと何ですか。服装があって。これね、言葉がいっぱい書いてます、ね、青いマジックペンとか90とかいろいろ、例えば古いフェルトの帽子とかいろいろあるんですけど、ここで初めてこのカード皆さん見せてあげたそのカードと一番連想するのを僕から選んでほしいんですね。例えばこれで手紙だったら90円で切ってるったりとかいろいろありますよね。連想するやつをここから読んでください。一つ決めてほしいです。これで連想するやつ、コインだし、もう決めました。オーケー、ちなみに何ですか。光り輝くナイフ。光り輝くナイフですよね。ナイフですよね。オーケーです。僕ずっと出してましたね。自分で考えましたね。たくさんの中に、中に一枚紙に入ってます。お母さんは彼女、お母さん。いやいや、おめでとうございます。で、